ヤンバルホウヒゲコウモリは、ホニュナコウモリかホウヒゲコウモリ属に分類される、翌種類。日本固有種も式産地は、国神村。体長4.1から4.4センチメートル。お長4.6センチメートル。体重4から8グラム。全身の体毛は黒く、指毛の先端に銀色の金属光沢がない。覆面の体毛の先端は、淡褐色。 皮膜の色も黒色である。ホウヒゲコウモリ遺族に共通する特徴である。ほっそりした磁界と先が細い自重を持つ。前腕長3.5から3.8センチメートル。1996年に琉球天狗コウモリと共に沖縄東北部で発見され、後に奄美大島や徳之島でも発見されている。黒ホウヒゲコウモリに近縁だと考えられている。 上緑公葉樹林に生息する。林内の火葬や道を這うように飛ぶ。急旋回等、軌道性の高い飛翔も行う。昼間は軌道で休むと考えられている。本種と琉球天狗コウモリが発見されるまでは、南西諸島では軌道をねぐらとする翌種類は確認されていなかった。軌道生息性コウモリであり、昼間は軌道を隠れ家として夜間に、 祭時のために出動して飛翔する昆虫類を捉えると考えられている。近年発見された種であり、個体数も少ないことから、生態についての詳細は不明である。分布が非常に限定的で、森林伐採や、補壌整備、土地造成、道路やダム建設などによる軌道の減少により、生息数は減少している。2017年現在沖縄県レッドリストでは、 絶滅危惧アイ類と判定されている。絶滅危惧アイ類、ありがとうございます。